この椅子の話が来た時に思いました。形はすごいスタイリッシュ、ただかっこいいだけの椅子なんだろうと。ところが実際に使ってみて、質感もいい、しっかりとした作り、座り心地もいい。私の重要なポイント、腰の部分もなかなか。私個人の意見ですが、座った感じはエルゴヒューマンよりもアーロンチェア、それに近いものがありました。ちなみに私は両方持っています。詳しいことは後でお話ししますが、これは欲しくなります。皆さんご機嫌いかがですか。ダンディ M チャンネルの M です。いや、今回私はこの椅子をベタ褒めしすぎるかもしれません。それだけいいと感じました。形はすごいスタイリッシュ。なんといってもこの縦の金属プレート、おしゃれです。この椅子の名前はザイチェアフィット、人間工学に基づいたデザイン。これでランバーサポート機能もついています。ランバーサポートというのはアーロンチェアとかエルゴヒューマンでもおなじみ、高級オフィスチェアには欠かせない機能。本来人間の体は背骨が S 字状になっています。それが座ると丸くなってしまい、腰に負担がかかる。それをランバーサポート部分で腰に負担がかからないよう S 字型にしてくれる。これが背中を押してくれる感じで非常に気持ちがいいんです。私はこの部分にこだわって今まで椅子選びをしてきました。そんな中、ランバーサポートがある商品って大体形が似てきます。ですがこの椅子は人間工学設計とありながら、よくあるそういう椅子と比べて形は全く違います。デザイン面で優れていると感じます。またこれ商品が来て組み立てる必要はありません。出来上がった状態で箱に入っています。正直椅子を組み立てるのは面倒、そういうところは非常にありがたい。つまりちゃんと各部分調整されて出来上がってきてるということ。さて出ました、これが今回の椅子。この椅子の一番特徴的なデザイン、出していきましょう。この背面の下の部分は樹脂でできています。上の部分は布というのかな、同じ黒でも素材を変えてきています。そういうところもデザインのポイント、質感を変えてきている。そして何といっても後ろのまっすぐな長いプレート、金属でできており、この椅子の印象的なデザインになっています。背景が段ボールでなかったらもっと非常にスタイリッシュに見えたに違いありません。ごめんなさいね、うちもこの椅子を開封するスペースがないんです。まずは大切なここの部分の手触りポイント、気持ちいいやん。この肘掛けの部分は触っていて気持ちいい。これ背もたれ部分薄いです。そういうところもスタイリッシュに見えるんでしょう。クッション性に問題はありません。またこの座る部分のシートの幅、比較的狭く作られています。ですが座ってみて全然気になりませんでした。あ、ここは気持ちいいね。気持ちいいといったのはランバーサポートの部分、目で見るとそんなに飛び出してないような感じだったので、あまり期待しておりませんでしたが、しっかりと背中を支えてくれます、というか押してくれます。これが作りのいいやつや。この椅子しっかりと作り込まれているのが分かります。無駄な遊びがない、高級感が感じられます。もちろんリクライニングを倒して休む体勢に。ですが足を伸ばすためのオットバンとかはついていません。この椅子は浅く座るんじゃなくて深く座ってください。そうすることで長時間座っていても疲れにくいような椅子です。ここまでか、ここまで。リクライニングはここまで。それでは各パーツを紹介。まず背面ですが、違う2つの素材で構成されており、それをつなぐ長い金属製のプレート、非常に印象的です。この上の部分は座面と同じポリエステル、通気性が良く夏場にも蒸れにくい、そんな素材が使われています。シートに関しても通気性がいい感じ、クッション性はちょうどいい感じなんだよね。ちょうどいいって言っても分からんね。こちら血流が圧迫されないようなウレタン素材を使われていると。背面座面には高級車のシートにもよく採用されているエアウェル技術による高性能ウレタンフォーム。
これいいよ、かっこいいし。そして思ったよりも場所を取らないというのもいい。私の個人事務所、物がいっぱいになっちゃって。ここ質感が違うんだね。こことこっちは質感が違うね。先ほど説明した通りです。このキャスターは静音設計。柔らかいもんね。なんか柔らかさを感じるという。素材は PU 素材。これならフローリングでも傷がつきにくくなるからと思いました。音もほとんどしません。キャスターが硬い素材だったらゴロゴロ音は鳴るんですが、ほら全くしません。もちろんアームレストの高さも変えることができます。3、4、この辺が作りがしっかりしているか分かるところ。変な遊びもなくしっかりしています。前この角度だけ、ここには動かない。しっかりしてる。動く可動域はこんな感じ。このアームレストにはこだわる人はこだわりますからね。私はこれで十分です。リクライニングは3段階最大125度。左側のレバーで角度を変えて固定することができます。作業なんかには通常の100度、真ん中の 112.5 度はゲームの時、そして最大125度は休憩。右側にはレバーが2つ、座面の高さ調整。エルゴヒューマンなんかは座面を一番低くしても結構高いんですが、これは大丈夫。背の低い人でもいけます。そしてこちらで座面を前に出すことができます。前後4センチまで調整が可能です。このヘッドレストも独特。この部分の角度を変えたり、押し上げて高さを変えることができます。デザインを重視するならこの部分は取り外してもよかったと思いますが、そこをあえてつけるのはこだわりなんでしょう。背もたれの横についてるやつ、これ最初なんだか分かりませんでした。単なるデザインかなと思っていたんですが、これはランバーサポートの高さを調節するもの。これで自分の気持ちいいところに合わせることができる。しかも左右それぞれについています。正直見た目はあまり変わりません。ですが座ってみるとわかる。このランバーサポート部分をしっかり感じるなら、この椅子を深めに座るということが大切です。見た目以上に腰を支えてくれます。私もこのおかげで長時間の仕事、デスクワークに耐えられます。見た目はそんなにランバーサポートがついてるなんて思えないのに、座ったらちゃんと感じられるのがすごい。この辺がアーロンチェアと似てるところだと思います。またこの材は国際的な品質基準を獲得しており、色は4色展開。グレー、黒と言わずにチャコール、緑と言わずにオリーブ。そしてどうしてこういう名前をつけたのかよくわかりませんが、オレンジのような赤のようなグレー。この4色展開です。この商品に興味のある方は概要欄の URL から確認してみてください。個人的には非常に気に入った椅子でした。それでは今回はこの辺で。ごきげんよう。